スティーブン・ロイ・コーカーは、イングランド・フェルサム出身のサッカー選手。フェネル・バフチェ・スケ所属。ポジションはディフェンダー。2007年から、イングランドのトッテナム・ホットスパー FC のユースチームで、キャリアをスタートさせ、2009年にトップチームへ、昇格した。同年ヨービルタウン FC に、レンタル移籍し、その後、ブリストルシティ FC、ツオンジンシティ AFC に、 レンタル移籍した。レンタル先ではコンスタントに出場を重ね、2012年にはトッテナムにレンタルバックし、契約を延長した。2013年7月31日、800万ポンドの移籍金でカーディフシティ FC へ完全移籍。2013から14シーズンにはリーグ戦全38試合に出場しクラブの残留に貢献した。 2014年7月22日、クイーンズパークレンジャーズ FC に4年契約で移籍した。2015年7月29日、QPR の二部降格に伴って、サウサンプトン FC へ1年間のレンタルで移籍。しかしビルヒル・ファンダイクとジョゼフォンテからポジションを奪えず、半年でのレンタル打ち切りとなった。その後2016年1月12日に、リバプール FC へ、 レンタル移籍したが、3試合の出場に終わった。2017年12月に、q p r との契約を解除し、2018年2月8日に、スコットランドのダンディ FC へ1年半契約で、加入した。2019年1月15日、アランヤスポールに加入した。2021年6月30日、フェネルバフチェ SK に移籍した。2010年、 U-19 イングランド代表として UEFAU-19 欧州選手権に出場した。ロンドンオリンピックにもイギリス代表として前後試合に出場した。2012年11月14日に行われたスウェーデンとの親善試合で A 代表デビューし代表初得点も挙げた。ありがとうございます。